32歳という若さで亡くなられました。あまりにね、突然の別れに私たちはまだ打ちひしがれています。サッカーの真摯な姿勢とみんなに愛された優しい人柄、そしてその笑顔を私たちは決して忘れません。工藤正人は永遠に私たちと共に、ここで個人のご冥福を祈りし、哀悼の意を込めて黙祷を行いたいと思います。皆様お気に入りくださいませ。黙祷。皆様、お着席くださいませ。